イヴァントニーやアーセナル移籍希望。イヴァントニーは、次の希望の移籍先はアーセナルであることを明らかにした。ガナーズは間違いなく興味を持っており、次に狙うべきポジションとしてストライカーのポジションを特定している。スパーズやチェルシーも興味を示している。現在27歳のトニーは2020年夏に当時2部のブレントフォードへ移籍すると、2020-21 シーズンのチャンピオンシップで得点王に輝き、同クラブを史上初のプレミアリーグ昇格に導いた。世界最高峰のリーグでもネットを揺らし続け、昨季はリーグ戦33試合出場で20ゴール4アシストを記録している。しかし今年5月、過去に232件の賭博規則違反をしたことで、2024年1月16日までの8ヶ月間のサッカー関連活動の出場停止と、5万ポンド約920万円の罰金処分が下されていた。争奪戦なるな。8ヶ月のブランク大丈夫か？どのチーム行くかな？チェルシーはないやろ。アーセナル行った方がいい。むしろよく争奪戦になるな。手出すの怖い。このタイプは移籍しない方がいい。いい選手ではあるけどまたやらかす可能性もある。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。